コーデル・ハルはアメリカ合衆国の政治家。フランクリン・ルーズベルト大統領のもとで1933年から1944年までアメリカ合衆国国務長官を務めた。国際連合の創設に尽力して1945年のノーベル平和賞を受賞し国連の父と称される。ハルはテネシー州ピケット郡で生まれた。 彼は1889年から1890年まで、オハイオ州レバノンの国立市範大学で学び、1890年にテネシー民主党大会で代表を務めた。19歳の時に春はクレーン民主党の議長に選ばれた。1891年にテネシー州レバノンのカンバーランド大学法律学校を卒業し放送会入りする。 彼の政治経歴は1893年のテネシー衆議会で始まった。彼は衆議院を1897年まで務めた。米西戦争中に春はテネシー衆議有布表紙団第4連隊の隊員としてキューバで戦った。1903年から1907年まで春はテネシー州第5巡回裁判区の裁判官を務めた。その後、彼は会議員に当選し、 11期22年間同職を務めた。会議員職中、彼は定率関税の改定に努め、1913年には最初の連邦所得税法案、1916年には連邦及び州相続税法を成立させた。彼は1930年に上院議員に選出され、1933年にはフランクリン・デラノ・ルーズベルト大統領より、 国務長官に任命された。春の政策は貿易の促進と関税低下を支援した。また、1930年代の東アジア開発に対する彼の警告はアメリカ合衆国連邦政府に日本との戦争準備を支援した。国務長官として1941年11月に春ノートを提示したが、日本との交渉は決立し、12月には 真珠湾攻撃によって太平洋戦争が開戦した。1943年のモスクワ会議ではアメリカ全県代表を務めた。春はドイツのロケット科学者ベルナー・フォン・ブラウンと彼の研究チームをペーパークリップ計画によってアメリカに移送し、アメリカの戦後のロケット計画を組織するのに貢献した。同計画は後の NASA の宇宙開発計画の基礎となった。 春は国際連合の発案者及び熱心な支持者であったことで有名である。彼は国連憲章の執筆を国務省に強く求めた主要人物であり、それは1943年の中頃までに実行された。春は1944年11月に健康問題で国務長官を辞任した。ルーズベルトは春の辞任に際して、 彼は平和のためにこの大きな計画を達成するために最も尽力した一人である。と語った。春は1945年にノーベル平和賞を受賞した。共和党は以前国連への加入に反対したが、春の超党派的献身がアメリカ合衆国の国連加盟に際して共和党が協力した理由だとされる。春は国務長官の職を11年9ヶ月務めた。 彼は最も長期間国務長官を務めた人物である。春は1955年7月23日にメリーランド州ベセズダの海軍病院で心筋拘束並びに脳拘束により死去した。彼にちなんで命名されたものがいくつかある。最も有名なものは陸軍工兵隊によってテネシー州カルタゴの近くのカンバーランド側に建設されたコーデル・ハルダムである。 川を渡りきらないうちに、ワニを侮辱してはならない。コーデル・ハルトは、コトバンク・ハット・フーラン、バートラム・ディ・チャーター・ビカムズ、ロー・オブ・ネーションズ、29ラト・ファイン・グ・イット、ザ・ニューヨーク・タイムズ、P1、AB、コーデル・ハル、ノーベル財団、2020年7月31日閲覧、真珠湾攻撃から75年、歴史家、加藤洋子氏は語る、 太平洋戦争を回避する選択肢はたくさんあった。2018から09028閲覧。ちょっと笑える話ベネットサーフチョ、時は新兵役、文芸春秋文春文庫、P264。ありがとうございます。